今日が納豆の日か。いちこめさん、日傘のドッキーさん、ありがとうございます。ゆずきちさん、ハートありがとう。すうかさん、フラペチーノさん、ハートありがとう。フラペチーノさん、なにこれ、クラゲ、しずく、クラゲ、ありがとう。ほりちゃんさん、ハートありがとう。こんばんは。はしろはしさん、クラゲみたいなやつありがとう。ウィンディーさん、涼しい。ゆずきちさん、ペンギン。わきまきまっきーさん、クラゲみたいなやつありがとう。なんかすごい新しいギフトがいっぱいだね。いっぱいいっぱい、かわいい夏って感じ。いちぎとさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。はしろはしさんとゆずきちさん、なんか水鉄砲ありがとう。まきまきまきさん、だるまありがとう。今日何食べるって聞かれた。今日は食べません。はしろはしさん、ハートありがとう。今日はウルトラマンの日、そうなの。なりちゃんさん、バラありがとう。今日はポニテ、今日はハーフアップしてます。あ、クラゲじゃないか、しずくみたいな。空気何、空気か、シャボン玉、わからない。泡。はすらはしさん、ハートありがとう。ゆずきちさん、何これ、パンダザメありがとう。ほりちゃんさん、空気、泡みたいな、ありがとう。ちょっとテロップ入れますね。トレーニング。よし。テロップ入れました。今日は、なんか、今日さっき、学校、いつものように学校行ってきた後に、用事があって、用事から帰ってきて、配信して、で、配信の後にも、久しぶりにトレーニングに行くんですよ。トレーニングに行くので、姿勢とかのやつも、トレーニングに行きます。なので、もう、トレーニング、ウェア?トレーニング、コーデ?こんばんは。ほりちゃんさん、水鉄砲ありがとう。あやさん、泡ありがとう。広島、今の時間でもまだ暑い？今はわかんない。あ、でもさっきはね、日が照ってるところは暑かったかも。でもまだこんな、もうこんな時間なのにまだ日は照ってました。さくらみやさん、ボールありがとう。はじろはじさん、ハート。あやさん、泡ありがとう。バリーさん、涼しい感じありがとう。中学生ですか？はい、中3です。中3。バリーさん、パンダザメありがとう。あやさん、泡ありがとう。ふりちゃんさん、ペンギンありがとう。パリピバブル、何それ、パリピなん。パンダザメかわいい、画面泳いでる、かわいい。じゃあリオの今日のトレーニングウェアを紹介しまーす。じゃ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 ーん。え、結構本格的じゃない？じゃーん。なんか、本格的。見える？見えるかな？見えますか？これは T シャツで、これはなんかズボン付きのスパッツみたいな。なんかピチピチしてるスパッツです。イエーイなんかね、この T シャツは結構ツルツル生地、
ツルツル素材で、なんかこれはなんかシマウマみたいな、でこれはスパッツみたいなやつです。そう、結構動きやすい。しかも空気性、空気性、空気通、なんだっけ、空気性がいい、そう、空気性が、空気性、通気性、うん、がいいんですよ。瀬戸内ツアー山口申し込んだけど当選したいです。当選、え、申し込んでくれたんですか。当たるようにお願いしときます。バリーさん、あわ、ありがとう。今日は筋トレ、筋トレ、うん、なんか姿勢とかのトレーニングです。おたまちゃんさん、あわ、あやさん、あわ、ありがとう。バリーさん、ゆずきちさん、あやさん、あわ、ありがとう。なんかなんて言うんだろうね、骨、骨とかを正しい位置に戻したりとか、歪んでたりするところをこう元に戻したり、なんかなんて言うんだろうね、根本、その根本を見つけるみたいな。なんかリオの根本は足なんですよ。足首とか足とか重心のかけ方とかが原因なので、その原因を直していくみたいな。じゃけん、なんかめっちゃダンベル使ってガチ筋トレとかウェイとかじゃなくて、走ったりとかじゃなくて、こう直したりとかみたいな、地味、地味筋トレみたいな、地味筋トレです、地味筋トレ。でも地味じゃけどちゃんときついし効くので、グッチョ。坪ゆうすけさん、ハートありがとう。初見のイブリンさん、ありがとうございます。 STO テト 2.5 学研究生、中学3年生、14歳の4つのこと岡村流です。敵になったらフォローお願いします。インドネシア語を話せますか。わかんない、ごめんね。インドネシア、インドネシア難しい。ゆずきさん、水鉄砲ありがとう。そう、すぐすぐね、迎えるようにもう着替えました。下はメールで紹介してくれたズボンかな、買ったやつってこと。うん、違います。ゆずきさん、あわ、テイクソクにセリさん、ペンギンありがとう。こんにちは。ワイはトレーニングの仕方が悪くて左腕が上がらなくなった。ダメじゃん、気をつけてね。なんかもう一種類トレーニングウェアあるんですけど、あのそれはちょっとセクシーになっちゃうので見せれません。ちゃんと肌をカバーしてくれる方にしました。もう一つはあのセクシーなのでちょっと露出が激しい。あやさん、レインボースターありがとう。レッドくんさん、かわいい、ありがとう。ガチだろ、足長い、嬉しい。靴下履いてるよ。クロミちゃん、クロミちゃん、毒まみれのクロミ、毒まみれのクロミよ。この間歌唱力の舞台裏の映像を見ました。リオツンがしっかり受け答えしてたね。いや、でもリオも思ったの、なんかリオ普段インタビューとか喋れないのに、歌唱力の日だけなんか覚醒してて、すごいなんかペラペラ喋っててすごいと思って、そう、なんか覚醒してました。自分でもビビったん、え、なんでリオこんな喋れとん、え、みたいな思った。ふがみどりさん、かわいい、ありがとう。そう、肌触り、え、いい、肌触りいいです、肌触りいい。1回のトレーニングは1時間です。1時間、1時間多分。バリーさん、
水鉄砲ありがとう。プールにも入れそう。確かにプールも行ける。プールも行けます。なんかできる人って感じがします。え、わかる。なんかさ、こういうさね、こういうのさね、よくあれやるよね。なんかトレーニングしてますみたいな。あやさんかっこいい、ありがとう。あ、通気性か。通気性でした通気性でした。ゆずきさん、レンボースターありがとう。なんかそのリオが、リオのトレーニングを、まあ、見てくれる先生がみたいなのいるんですけど、なんかその先生が STU のことも調べてるらしくてなんかいろいろ聞いてくる、聞いてきます。なんか歌聞きましたよみたいなとかある。モアメのリオちゃんの写真なんか可愛いけどなんか変えたん？どういうこと急に可愛くなったってこと？え、今までも可愛かったんじゃないの？え、変えてないよリオ、全然何も変えてない、今まで通り。初見の金星さん、ありがとうございます。 ST82.5研究生、中学3年生14歳のリオちゃんこと岡村龍です。気になったらフォローお願いします。でもスマホはちょい前に変えたけ画質は良くなったはずだと思う。でも去年だっけ、去年ぐらいからアプリ変えた。汗もすぐ乾きそう。え、そうなんですよ、乾く。わらよんさん、泡ありがとう。なんでトレーニングウェアは黒を選んだの？え、だいたい黒しない？え、黒以外、あ、でも灰色とかある？でも灰色はさ、色的にさ、汗がさ、滲んだらさ、わかるじゃないですか。もうだいたいトレーニングウェアは黒が多いよね。なんでだろう。ちょっとでも細く見せたいってことかな。黒。なんで黒なんだろう？確かになんで？わからん。ティフ今回は研究生出ないのかな？え、どうなんだろう？出たいけどね。リオたちもわかんない。ワライオンさん、リョータさん、あわ、ありがとう。そうそうそう。ゆずきさん、テイクスクに千里さんさん、ワライオンさん、あわ、ありがとう。生体？生体、生体の筋トレバージョンみたいな。難しい。身長いくら欲しい？リョ、身長全然伸びてないから、もう163ぐらいまでは行きたいな。もうね、止まってるんですよ、161で。でもノアピめっちゃ伸びてるよね。もう絶対リオと、絶対もうリオ超えてるよ。カブデキチ君さん、あわ、ありがとう。そうそうそう。小室圭さん、あわ、ありがとう。リオツンが全公演出演するから全公演申し込んだ。嬉しい、待ってます。ハズラハさん似合う、ありがとう。そう、地味筋トレ、フォローありがとうございます。ハズラハさん涼しい、ありがとう。メタボさんハート、ありがとう。メタボさんハートもありがとうございます。あのね、ガチのトレーニングもできるところです。でもなんて言うんだろう、その人に合ったトレーニングだったり筋トレとかをしてくれるんですよ。だからリオの目的はガチの筋トレをしに行ってるわけじゃなくて、その、まあ、姿勢を直したりとか綺麗なラインを作るために行ってるので、なんかその目的に合わせてやってくれます。だからガチ筋トレで行ってる人もいると思う。普通に器具とかもあるし、ガチ筋トレのダンベルとかもある。ピンクですか？もう一個の？うん？もう一個のも黒だけどちょっと露出が多めの、って感じ。かぶつぎしくんさん、あわ、ありがとう。ナイトロさん、ハートもありがとう。
リオツンバタフライ得意そう。え、リオバタフライだけできないんですよ。あの昔スイミング習ってたけど、最後がバタフライだったんですよ。最後がバタフライで、バタフライの前が平泳ぎだったんですけど、バタフライは使わないかって言って平泳ぎクリアした時にやめました。スイミングそんな好きじゃなかったから早くやめたくて、平泳ぎめっちゃ頑張って、なんか毎回行った時になんかテストみたいなのがあって、うまく泳げたら、まあ、クリアみたいな感じなんですよ。そう、平泳ぎクリアしたからやめました。だって溺れた時にさ、バタフライはいらないじゃん。いらんねってなって、まあクロールぐらいできてければまあいいかなって。だけクロールと背泳ぎと平泳ぎはできます。今できるかは分かんない。初見のゆうさん、ありがとうございます。エステオテと 2.5 研究生、中学3年生、14歳のリオツンこと奥村リオです。気になったらフォローお願いします。なんか平泳ぎは溺れた時にいるよって家族が言ってて、平泳ぎまではできるようにしたんですけど、バタフライ、だってさ、溺れた時にさ、こんな本気でバタフライしてる人いないじゃん。テイクサングリス2000でさ、レモンスターありがとう。ヒッコモゴモさん、あわありがとう。ワライオンさん、水鉄砲ありがとう。そう、もう自撮りしてもブレないようになった？めっちゃブレます。もう 99% ブレてる、やばい。なんかブレるんですよ。なんでかな。え、でも興奮したりとか急いでたりしたらブレちゃう。ブレちゃう。最近あなたの顔屋さんに気づいて心が痛いよ。本当ですか？トゥントゥントゥン。 STA メンバー最近黒コーデ多い気がする。そうなの？みんな黒コーデ？はしゃらはしゃらネーボスター、ありがとう。マーニーさん、水鉄砲、ありがとう。リオツはずっと今の身長でいい。本当ですか？ 161? ちょうどいいですか、リオの身長。そう、牛乳ね、リオあんまり好きじゃない。リオツの立ち姿勢綺麗だな。え、そう？めっちゃさ、あの猫背になっちゃうんだよね。猫背になるし、そう、リオ姿勢悪いですよ。リオ姿勢良くなりたい。それを直しに行ってるんですよ、トレーニングに。そう、てかさ、リオブログ他の子のも見てるんだけどさ、いちごに続いてさ、ナーミョンもリオとの写真載せてくれてた。嬉しい。ナーミョン一般で神戸申し込む予定です。リオとのパフォーマンス見たいから待ってるよ。姿勢綺麗だなって思うメンバー、マイキューさん一択で、マイハさんも綺麗だし、ノアピも綺麗。てか岡山のさ、ネタバレしないでね。リオ途中までしか見れてないんですよ、用事があって。あの岡山公演途中までは見たんですけど、途中までしか見れてないから、皆さんネタバレ注意で。でもみんな頑張ってた。マリーさん、あわありがとう。昨日間でファイナリストライブの用事で見れてなくて。そうなんです。初見の瀬戸29さん、ありがとうございます。エステアテス 2.5 研究生、中学3年生、14歳のリオツンこと岡村龍です。素敵になったらフォローお願いします。あのアーカイブで見るので
いつかどうだったかとか言わないでね。ひなしーだよ、ひなしーだよ、しーしーだからね、しーです。そもそも泳げる人は溺れない。確かに確かに溺れんか、確かに確かにね、そうだね。バタフライなのか溺れてるのかわからない説、確かに何してるのってなるよね。シュワジャンデのモアメ写真可愛すぎて神でした。嬉しい。タイミング。え、なんかさ、公演ごとに色が変わるじゃないですか。あのメンバーも変わるからそれぞれの公演ごとに色があると思うんですけど、色はどうですか？岡山メンバー、あ、研究生ツアーの話ね。徳島は結構元気だったくない？意外と意外と徳島元気だったし、岡山は結構おとなしめな気がする。うん、おとなしめな気がするな。リオちゃん、金曜日のクワトロありがとう。ありがとうね。どっちも見た人いるのかな、徳島と岡山。え、でも比べたら徳島の方が元気で岡山は落ち着いてる感じがするかも。多分リオツ息をするの黒衣装とかめっちゃ似合いそう。え、リオさ、あの白と黒の衣装着てみたいんですよ。え、リオさ、白と黒どっちが似合うと思う？あの息をする心の衣装。千穂さん白だよね。マイキューさん白？161まで伸びてるんだ、びっくり。そうですよ、変わってないです。161で止まってます。うちわに愛かって読んでっていうの思ってたら読んでくれて嬉しかった。ありがとうね、来てくれて嬉しい。豆乳は飲んだことない。あんまり寝相悪い？悪いです。ワイも猫背ですよ、にゃー一緒だねー一緒だにゃー。そうな、くるくるが最後にピー、ちょっと何？気になるんだけど。アズリオが強かった？本当ですか？アズリオ最強。岡山は昼と夜をセットで見てね。そうなの？セットで見た方がいいってこと？さすがにもう金の雫って残ってない？え、もう全部食べました美味しくて全部食べた。あ、パーナにはちゃんとあげたからね。ちゃんと食べました。よかったよ、あれとかあれとか。何？わらよんさん、ペンギンありがとう。ペタボさん、水鉄砲ありがとう。アズミンとノアピ、リオツンとクルクルの組み合わせだったらよかったかも。え、あるよね。え、だってもう出演メンバー出てますよね。え、だって愛媛がアズミンとナーピ出るじゃないですか、 2.5kg の中で。で、山口がリオとクルクルだから。え、出てるよね、出演メンバー。え、出てますよね。え、え、出てる。何？でも、アズミンとユーカとリオとノアピのセットがないんですよ、唯一。アズミンとノアピと、あ、違う、アズミンとユーカとリオとノアピのセットがだけがなくて。え、みんな知らないの？え、なんで、だってアズミンノアピのセットは愛媛だろ。で、リオツンとクルクルは山口だから。みんな、なんで知らないの？え、どういうこと？出演メンバー出てますよね？メンバー出てるよね？
徳島めっちゃ明るくて元気。え、だよね、徳島元気だったよね。岡山ナオピが元気。あ、ナオピ元気だもんね。ナオピ元気。徳島のメンバーみんなおとなしいメンバーって言ってた。誰が？誰かが？いや、おとなしくないよ。イエーイって感じだし、みんなギャルだよ。受験の沢本ルイジさん、ありがとうございます。SUD と 2.5 研究生、中学3年生14歳のリオツンこと岡村リオです。気になったらフォローお願いします。あんなに暴れるようにダンスするノアピア初めて見ました。ノアピア暴れてたん？エリオ黒が似合うと思う？息をする心。てかヒータンとミューポンさ、徳島からの岡山だったよね。続けてその二人の色は県で違ったかな。でも雰囲気とかもあるしね、県の、あ、そのステージの。池ちゃんのご褒美旅行は見ましたか？見ました。メールでも書きました。見たよって。フォローありがとう。マイクメセブさん、レインボースターありがとう。寝相も可愛いんだろうな、やってみて。え、寝相をやる、いちょっとね、ちょっと面白いね。フォローありがとうございます。床配信の時にいつかやりますね、寝相。でもリオさ、自分の寝相わからないじゃないですか。どんな感じで寝てるのかわかんない。もうそのままさ寝ちゃってさ、配信切られそうだな。初見のなっこさん、ありがとうございます。エステアテと 2.5 研究生、中学3年生14歳のリオツンこと岡村リオです。気になったらフォローお願いします。え、なんかみんなそうなんだって言われてるんだけど。ん？発表されてるもんね。混ぜるな危険のコンビ？違うよ。あの、足りなかったからじゃない？あ、出てるよね。遊んだだけです。なんでリオで遊んだの？みんなリオを騙して？そうなんだとか言って？悲しい。わざと意地悪コメント？ああ、みんな知ってるのに。まあね、2.5 の組み合わせがさ、ノアピとリオと、アズミンとユカがないからね。ノアピともやりたかったな。ノアピリオコンビ。ノアピリオコンビ。B 型免許さん？あわ、ありがとう。でもさ、追加公演すればいいのにね、ツアー回るところ。そしたらさ、リオとノアピのコンビしたいけんさ、追加したい。追加したい。リオとのお疲れ、明日も夜配信、おそらく夜になると思います。アイドルってやっぱりステージに立つのが一番成長につながるのかな。そりゃそうですよ。やっぱね、経験、なんか経験ステージ数みたいなもあるし、バカズか、バカズも必要。マイクメジブさん、ペンギンありがとう。うんうん、神戸の昼より申し込んだ、嬉しい、待ってます。年齢的なバランス？確かにそういうことか。なるほど。JC コンビは最高。そうだね。そのコンビは危険？なんで？なんでなの？なんでですか？え？あ、ノアピリオコンビ？なんでなんで？ノアピリオコンビいいですよ。おもろい。
追加あったら瀬戸内飛び出しちゃう。え、飛び出したい。もう今すぐにでも飛び出したいです。山口公演申し込みました、当たるように願ってね。ありがとう、待ってる、嬉しい。メイクメジビさん、あわ、ありがとう。マイケルメシェフさん、あわ、ありがとう。りょうちゃんのパフォーマンス、歌声です、最高、嬉しい。ラブ、褒めてくれて。え、東京行きたい、行きたい行きたい。なんでリオ意地悪の？そうだよ、みんな、なんでそんなリオに意地悪してくるの？まあね、好きな子には意地悪したくなるもんね。ステージ見たことないけど、パフォーマンスも MC もリオツンは最高だと思います。最高です。リオが一番会話が止まらなくなるメンバー。え、 2.5 期の中で、みんな同じぐらいじゃない。フォローありがとうございます。レニアさん、ハートありがとう。もうめっちゃ意地悪したいって書かれた。えぇ、ジャスミン茶、もうジャスミン茶がさ最高だよね。ジャスミン茶が最高だよね。自分でも言ってるけど、ダントツのパフォーマンスですね。いや、リオあれとっさに考えたんですよ、ひと、あの注目ポイント。パーなご帰宅、早くない？なんでこんな早いの？そう、なんかとっさに考えて、なんかどうしようかなと思って、あーもう言っちゃえと思って、ダントツのパフォーマンスって言った。メーナが迎えに行きました、パーナを。リオには来てくれないくせに。早くない？おかえり。やだ。え、なんかいつもに増しておでこが広い。なんか磨きかかってるんだけど。サマトルジさん、ハートありがとう。初見のミッチーさん、ありがとうございます。 STOT と 2.5 研究生、中学3年生14歳の4つごと岡村龍です。気になったらフォローお願いします。リオちゃん、ルイボスティー、ルイボスティー飲むよ。ルイボスティーいつも飲みます。最近はジャスミン茶。ツアー後半の前にファイナリストライブがあるなんて信じられん。え、わかる。てかさ、ファイナリストライブまであと2週間ぐらいだよね。リオちゃん死亡。え、関ヶ原もあるしね、多忙だ。でも多忙なのは嬉しいです。真っ黒になりそう。焼けてさ、真っ黒になってさ、ファイナリストライブ出てきてさ、え、誰みたいな。めっちゃカツパン化してさ、めっちゃもうソースもかかって、カツパンソースみたいな。このカツパンの子誰みたいな。やばやばいな。好評につき追加公演決定ってサプライズ期待してます。追加公演したいよーしたいよー。え、待って、もう50、51分やばい、あっという間だ。そう、おかえりって吠えてるよ、メーナが。ダントツのパフォーマンス合ってるから大丈夫。ほんと。まあね、自分も褒めていかなきゃね。そうですよね。
この時期汗でベトベトになりがち。え、わかるわかる、ベトベトになるよね。リュウヤさん、あわ、ありがとう。仕事に行ってきます。行ってらっしゃい。今からお仕事か、夜勤かな。頑張ってね。なんかさ、今日はこのトレーニングウェアなので、それに合わせてトレーニンググッズを準備だけしたんですけど、てかさ、リオさ、ボール挟んで配信するの忘れとるわ。やばいやばい、ボール挟んで配信忘れてました。あの、足と足の間に、これが足だとするじゃん、こうやってボール挟んで配信するんですけど忘れてました。じゃあこれでスクショタイム。じゃあ握力測るね、久しぶりに。え、待って、リオさ、弱くなってるかもしれんけん、みんな期待せんといて。うん、え、ちょ、ちゃんとちゃんと起立して、ちゃんと測るね。いくね。ん、何これ何これ、いきます、いきますね、せーの、やばい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 、過去一低い、30やばいやばい、どうしようどうしようどうしようやばい、どうしようどうしようどうしよう、パワーなくなってきた。違う違う違う、いや違うんですよ、いや違いますから。え、じゃあ左も行きますよ。いや、ご両パワー事件、うん、大丈夫大丈夫、左行きます、せーの、27点。あれ、なんでなんでなんで、え、どうするどうしよう、いや違う違う、待って、リオやばい、鍛えなきゃ、あ、握力鍛えなきゃやばいかも。リオ普通の女子になりつつあります。え、握力鍛えるね、鍛えます。やばい、どうしよう、なんでなんでだろうね。ゴリオパワー詐欺、なんで、もうちょっと長く握る。え、じゃあ最後右いくね。え、ちょ、本気出すわ。え、リオまだ本気出してないけん、うん、大丈夫大丈夫、本気出してないけん、いくね、いきます。31じゃん、もう何何型。え、でもちょっと増えて、ちょっと増えた。いや、リオはねまだ本気出してないですから、うん、大丈夫大丈夫え、じゃあちょっと最後の最後行きたい。え、あの、ちょ、ゴリオパーって叫びながら言うね。いや、あの最後の最後いきます。うんうん、ちょっと待って、念を込めます。ちょ、右手に左手の力を与えます。いくね、じゃあゴリオパーって叫ぶね。あ、うるさいかもしれん、イヤホンの人。いくね。
全然ダメ。29.5 やん。なんで？もういいよ。もういいよ。もうこのいい。これはいい。え、もういいよ。3回も測ったのに。もういいよ。もういい。どうする？みんな、リオが女子になっちゃう、どうしよう。ゴリオじゃなくなってきちゃう、どうしよう。お疲れ、ありがとう。え、鍛えようかな。握力鍛えます。もう、え、待って、57分やばい。え、待って、お話し会のさ、振り返りのやつも話したかったんだけど、ちょっと時間があれなので男女読みます。明日はゆる配信の予定です。13位コウマさん、ありがとうございます。12位石ころ人間さん、ありがとうございます。11位静香さん、ありがとうございます。10位棚井太郎さん、ありがとうございます。9位マイカメセブさん、ありがとうございます。8位ホリちゃんさん、ありがとうございます。7位808さん、ありがとうございます。6位あやさん、ありがとうございます。5位テイクスワークにセリズさんさん、ありがとうございます。4位わらいおんさん、ありがとうございます。3位カップズキシ君さん、ありがとうございます。2位バリーさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。ちょっと握りすぎて右手が負傷中です。この後のトレーニングやばいかもです。どうしましょう。やーなー、リオツンが女の子になってる。なんで、なんで。え、やっぱさ、リオ静かつになっとるけさ、弱くなるよんかもしれん。どうする。まあね、気持ちから力ってね、まあいきますからね。橋本さん、ありがとう。やばい、明日ボード見せてもいい？ごめん、時間ない。ありがとう、バイツー。ごめんね、ゆずきちさん、また明日見せます。